皆さんこんにちは。今藤ヶ丘にいるマピオンです。今いとこの弟の部屋を借りてお泊まりしてるんですけど、弟はね、小学低学年1、2、3年生ぐらいなんですよね。けど俺の部屋より面白いんですよ。これバランスボールがあるって時点でもうね、すでに俺の部屋より面白くなってて、俺の部屋で面白い要素って言ったらもう本当にローソンの街カフェのメニューがあるぐらいなんですよ。けどちょっとこんな感じですね。はい、こうベッドがあって、ですね、これは俺のノートパソコンなんですけど、どこにあるかな、これ小学低学年の弟すらもうすでにノートパソコンを持ってるっていうね。まあいとこのお父さんがちょっと、まあ前の犬動画で話した通り、なんだろう、ソフトウェアの仕事をしてるんで、まあ持ってるのは当然なのかなって思いますけど、小学低学年で俺も高校3年生ぐらいやっと買ったのに。で、2階になんかあるんですよね。これまだ行ったことない。なんかこんなね、大物 YouTuber みたいな部屋ね、はじめ社長みたいな、こんな屋根裏みたいなのがあっていいのかって。何これ。シーツか。シーツと、ひんやりマット。ひんやりマットがなぜか、奥にもなんかありますね。なぜかひんやりマットが3つもあります。なんだろう、俺、小学生の部屋なのに俺の部屋よりすでに面白いっていうね。なんかすごいショック。まあ大体いとこの弟の部屋はこんな感じなんですけど、まあ普段引きこもってる俺が、まあせっかく藤ヶ丘に来てるわけなんで、まあこの周りだけでありますけど、藤ヶ丘の良さっていうか、まあ藤ヶ丘をいろいろ説明していこうと思います。それではレッツゴー。今おばあちゃん家には、まあ前話したと思うんですけど、俺とおばあちゃんしかいないんですよ。2人だけなんですけど、おばあちゃんの友達がね、いとこがいないから今静かなんですよ。だから今静かってことで、そのおばあちゃんのお友達2人がちょっと家に来たんですけど、おばあちゃんが80歳なんですけど、そのお友達も80歳ぐらいなんですよね。で、藤ヶ丘の景色はこんな感じですね。はい、畑がいっぱいあります。広い畑が。まあ、新潟にもおばあちゃんいるんですけど、新潟はもっと、もうなんか何キロも畑があります。けど、藤ヶ丘もこんな風にちょっと畑があるんですね。はい。ここら辺の山とかありますね。はい。バイクが。で、これは、藤ヶ丘の PR じゃないんですけど、近くの、これ電車でちょっと行くと、子供の国駅ってあるんですよ。子供の国駅。すごいね、そこはね、面白いとこで、本当に子供の国ってだけあってね、本当に子供向けのアミューズメントパークっていうか、テーマパークって感じなんですよね。自分も子供の頃よくこう家族に連れてってもらったんですけど、一番有名なのが、本当に何百メートルもある、多分何百メートルもある、ジャンボスライダー、ジャンボ滑り台みたいなのがあるんですよ。もう本当にね、高いとこからね、もうずーっとこう、滑り台滑っていくようなとこなんですね。あとまあなんか、こうなんていうの、大学生でも楽しめるぐらいの、なんていうの、あれ、スケボーの練習場みたいな、こういうね、こういうくぼみがあるんですよ。まあ、自分スケボー持ってないんで、自分で転がってただけなんですけど、自分が己がもうスケボーになってたんですけど、まあ、大学生でもね、そういうスケボー持ってる人は遊べるって感じですね。はい。まあ、しかもね、それだけじゃなくて、もう覚えてないんですけど、めちゃくちゃ広かったんですよ。まあ、入園料も確かに取られるんですけど、でもその分ね、面白いところなんで、もし、藤ヶ丘の本当に PR じゃないんですけど、ぜひ子供の国に来てみてください。はい、川です。なんかね、鳥がいるんですよね、ほら、すごい。これレアですよ。レアな映像。水を多分ね、飲んでるんですね。なんかこの川汚そうだけど。はい。はい。今、公園に来てます。何公園かはわかんないんですけど、うちの近くです。猫がいますね。猫、ガン見ですね。は
あ、逃げてった。開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。小さい頃は神様がいて、毎日愛を届けてくれた。心の奥にしまい忘れた大切な箱を開く時は今、雨上がりの庭で朽ちなしの香りの。はい、ちょっと公演があまりに楽しくて、最後の締めの動画を撮り忘れました。編集中、あれちょっとなんか締めの動画ファイルないなと思って、ビデオカメラもパソコンも探したんですけど見つからなくて、普通に遊んで帰ってしまいました。はい。なのでちょっと編集後に気づいたってことで、ちょっと今話すんですけど、まあ、藤ヶ丘はね、まあ、あまりにこう田舎って感じではないんですけど、まあ、藤ヶ丘って都道府県でいうとどこ、神奈川県か東京じゃないな、多分神奈川県だと思うんですけど、で東京なんですけど、多分そういうね、あまりに都会とか感じなくて、結構田舎って感じ、都会ではなくちょっと田舎っぽい感じをこうね感じさせるような、田んぼとかもあるし山も見えるしね、まあ、空気もこう東京よりは全然こう綺麗でね、美味しいし、まあちょっとこうあまりのこう人混みとかね、ちょっと飽きてきたっていうかね、ちょっともう嫌だって思った人はぜひちょっと藤ヶ丘に行ってね、気持ちいい空気を吸ってください。はい、まあ藤ヶ丘はいいところです。はい、それでは今回は以上じゃあ。